ビッカースカイ B5 ビッカースカイ B5 ビッカースカイ B5 は第一次世界大戦で使用されたイギリスの推進式複座複用戦闘機であるガンバスとの名称もあるイギリス陸軍航空隊の他にフランス軍デンマーク軍でも運用されている本機はイギリス陸軍航空隊が本格的な戦闘機として世界最初に開発装備した機体であるとはいえ機関銃を 設計段階から搭載した程度の意味合いが強く、肝心な飛行性能は獲物である偵察機とほぼ変わらなかった。もちろん時代的に対戦投機戦などは考慮されておらず、あくまで偵察機駆逐用に考案された重武装航空機に過ぎない。原型は1913年に発表されたビッカースカイ B1 デストロイヤーで試作の FB2 都会 B3 を経て、 1914年7月に初飛行を行った。機銃同調装置開発前であったので、胴体後部へ100馬力のノーム回転型エンジンを備え、機種のナセルにパイロットと偵察員を収め、偵察員が操作する旋回式機関銃を備えて、前方社会を確保した形式は他の推進式戦闘機と同様であった。試作機では武装が自社製のビッカース機銃であったが、これは、 戦海獣としては取り扱いが面倒だったので生産型では標準的なルイス機銃1丁に交換された。1915年2月、イギリス陸軍航空隊は本機によって初の戦闘機部隊を結成。最盛期で11個中隊に配備された。だが、偵察機を撃墜するのはまだしもドイツ軍が機銃同調装置を搭載したホッカー・アインデッカー。 単用戦闘機を運用するのに伴い、性能不足が、たちまち露見してしまう。戦闘機としては、速度、機動性、上昇性能のいずれもが不足していると結論付けられ、前線での運用は短期間で終わりを告げた。残余の機体は、練習機として、広報任務に下げられ、1916年までには、A 戦闘機体の主力機は、RA 海か e に、または、 エアコーイ h 2にとって変わられたが、ドイツ軍は、この両機種を本機と誤認しており、本機が退役後も、ビッカース戦闘機と、交戦との報告がしばしば挙げられている。1917年7月6日、カイ,イーニにより、レッドバロンことマンフレート・フォンリーヒト・ホーンが負傷した際も、本機により攻撃されたと記述している。初言性能上翼のスパンを新調した、試作機、 一機だけ製造された胴体のナセルを改良し、連装式のルイス基準を搭載するために、スカーフ式、リングマウントを装着した改良型。ありがとうございます。